はい、ということでね、経験値の結構たまりましたんで、75-54と。ただね、この青い経験値がね、一向にたまんなくて、何をやれば上がるのかわからないんだよね。ってことで、とりあえずこの2つで覚えられることを覚えていこうかなと。何から覚えようか。とりあえずはこのお墓だよね。これで木の柵とか十字架とか作れるようになるのかな。こっちもね、覚えたいんだけど、青い経験値ないからね。そしたらこの辺覚えておこうか。ガラス、釘とかね、必要でしょ。よし。あと木のお墓作るからこの辺必要でしょ。ノコギリ、薪、他は料理とか。あ、これ覚えないと。やっぱ肉屋としてはね、いろいろな部位を提供できるようにならないとね。頭蓋骨とか頭蓋骨、骨、皮膚、いいね。血液、脂肪食べられない場所ばっかりじゃん。肉だけでしょ、まともなとこ。あ、これならいいんじゃない。脳、心臓、腸これホルモンでしょ。これ酒場では人気でしょう。あ、ポイントが足りない。くそ、せっかくね、皆さんにお届けできると思ったのに。これ次取ろう。なんか他にもこれどれだけあんの。めちゃめちゃいっぱいあるよね。あー、この辺も欲しいね、解体屋で。ここで作れるのかな。設計台で建物インターフェースを開き、周囲の、まあなんとかなるでしょう。で、いろいろとあるね。双方数。これ、さっき覚えたやつか。これを配置していくと。どうにしようかな。まあ、この辺でいいか。よし。で、これを作ると。おお、できたね。双方数。丸太が作れるってことか。なるほどね。作ってみるか。ああ、これで丸太ができたと。経験値も入ったね。こっちも作っとくか。縦切りと横切りとね。いいね。他のも作れるかな。炉。いろいろあるけど。あ、これ作業台作んないとね、まず。これ基本でしょ。でかいね、結構。どこに置こうかな。動線とか考えた方がいいのかな。あ、でもやっぱここでしょ。ピタッと。シンデレラフィットね。他にもなんか作れるかな。ダメか。これ鉄の部品が必要だね。とりあえずこれ作ろう。よし。お、木の板。これさっきの丸太で作れるのか。これ複数作れるんだね。あ、ここで十字架とか作れるのか。とりあえずこれ作れるね。よし。この辺作っていきたいけど、釘がないね。ここでいいかな。よし。これで釘が作れると。え？なんかこれインゴット的なのが必要なのか。鉄のインゴット。鉄のインゴットを作るにはどうするんだ。
ロウを作らなきゃいけない。大変だな。ロウは。あ、この木の板はあるけど、この鉄の部品みたいなやつ。単純な鉄部品。これを手に入れないといけないと。でも、これを作るには、ロウが必要なんじゃないの？ダメじゃん。鶏が先か卵が先かみたいになってんじゃん。でもさっき埋めたとこにするか。ここに、これかな？お、柵。あ、体力が足んない。これで、お、プラス1になったね。こっちのマイナスがすごいな。ちょっといくつかね、柵を持ってきたから追加で。でも柵作ってやんないとね。おい、大変だな。これまだマイナス28とかだぞ。なんでこのマイナス3とかなってんの？これあるね、お墓とか。あ、壊れてんのか、これ。これ修復キットで直せるってことね。お、息プラス2。だいぶ改善されたね。で、こっちは？あ、これもできる。なるほどね。これはなんだ？あ、こういうことか。ゴミを取り除いていけってことね。これ簡単でいいね。じゃあ掃除していこう。やっと墓盛りらしくなってきたね。ふう、だいぶ綺麗になったね。あとはこの辺の修復か。お、死体が届いたぞ。早く取り行かないと。急いで運んで。でもこれあれだよね、新たな部位が取れるようになったんだよね。おお、いっぱいある。肉だけじゃなくて、こんだけ取ったら原型がなくなっちゃうよね。まずは血液。よし、次は骨。やっぱ余すとこなく使っていかないとね。肉も取って、皮膚バッグでも作るのかな。頭蓋骨、ジェリーの仲間ができんじゃない。よし、肩に肉片が。よし、運ぼう。てかもうこれ完全に原型とどめてないよね。もう普通に生ゴミみたいになってるでしょ。いや、忙しいね。埋める場所もなくなっちゃうよね、すぐ。どこにしてこの生ゴミ。あ、この辺でいいか。頑張って掘って、生ゴミ捨ててポイッと。これいい肥料になりそうだよね。マイナス2。赤いドクロ何なんだ。こっちマイナス3だもんね。ああ、これなんか死体の状態が悪いとどうとか言ってた気がすんな。修理していこう。修理キットが足りない。あー、あったあった。あ、これも釘が必要なのか。ダメだな。これ片付けて。これ気になるから。釘を作るには、インゴットが必要で、で、インゴットを作るには、ロウが必要になると。で、それを作るには、この部品が必要ってことだよね。どっか売ってないのかな？ちょっと探し行くか。
埋葬証明書もね、売りに行かないといけないし。今日誰かいるかな。こんにちは。畑について尋ねる。墓場の近くで捨てられた畑を見つけたんだ。あれについて教えてくれるかい。あ、そういえばあったな、そんなの。あ、あの畑ね。あれは商人が誰かの借金の方に差し押さえたもんさ。とはいえ、あれを使える人間が見当たらないんだけどね。うん、あの畑を使う許可なら私が出そう。墓場の近くで何かを育てる気になれるのは他にいなそうだしな。いい肥料になるよ、あれ。これで畑ができると。話を聞き続ける。いいな。それは何より。だが商人に話を通してもらう必要がある。彼の土地ではあるからね。地主が別にいると。彼の承認なしにうちから許可を出すのは正式な手続きとは言えなくてね。だが彼と後で詳細を話し合ってくれると約束できるなら問題ないだろう。なるほど、構わないよ。彼と話してくるよ。どこにいんの。彼は村人との交流に毎週この日に訪れる。この酒場のすぐ南にある納屋を所有しているよ。なるほど。あ、証明書売らないと。あ、これか。商人、ちょうど今日だったのか。やヒック、や村人さヒック。なんだこいつ。畑について、畑作りたいんだけど。オルドリックから教会の近くの畑を使う許可をもらったんだが、その条件について話し合いたい。ああ、あの役にも立たん土地のことは忘れていたよ。あなたが燃えやすかったしな。だがそれも何年も前の話だし、インフレ、それと良質な土を考えれば、うむ、なかなか価値のある資産になるな。なんでお前急に足元見ようとしてんのか。そうだな、うむ、金貨10枚というのはどうだろうか。ぼったくりすぎだろお前。動画の高すぎるだろ。いい加減しろよ。わかったわかった。では金貨5枚でどうだ。どうでも高えよ。金貨なんて見たことないんだから。高すぎる。今金が足りないんだ。何か代わりにできることはないか。お前も解放してやろうか。なるほど。作物を育てて小金を得たい貧しい人間というわけだ。お前墓盛りバカにすんなよ。金魚については話し合うことはやぶさかじゃない。だがまずは君の農業の腕を見せてもらいたい。取引しよう。お前は人参、キャベツ、ビートを持ってきてくれ。そしたら信頼できるビジネスパートナーとして私と君のどちらにとっても有益な長期的取り決めをしようじゃないか。どうだね。まあいいでしょう。命拾いしたなお前。最初の収穫が終わったらすぐに持ってくるようにするよ。本来の目的はこっちだよ。ここに売ってるかな。あ、あったあった。1個持ってんのか。いや、高いな。60円もすんの。これあるじゃん、インゴット。これから作った方が安くなるかな。80円。どうしよう。インゴット買ってみるか。1個。お金がないんだよな。あ、2個になっちゃった。まあいいや、買っちゃえ。お金が全然なくなっちゃった。よし、帰ろう。おはようございます。じゃあ、早速、作りましょうか。まずは、ここかな？お、部品できるね。いくつできるんだろう。インゴット一つで、お、4つできたのか。だいぶ男だね。やることがいっぱいだな。お、炉ができた。なんだこれ。燃料。お、あー、鉱石がないとダメなのか。鉄鉱石。山の鉄鉱床から採取可能。どこにあるんだろう。釘を作って。よし。え、
木の板を作んないと。あれ、こっちか。こうまとめて作れるのいいよね。で、修理キットと他にもいろいろ作れるんだよね。全部作るか。とりあえず修理キット。また死体が。十字架。板が足んないな。あ、もうすっかり遅くなっちゃったな。死体取り行かないと。鮮度が。これで、あと1。ここダメか。お、できるね。ここを直せば、よし、6になった。これで、どうすればいいんだ。あいついねえじゃん。いつ来るんだよ。